中野市中心部周辺の空中写真。1976年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。中野市は長野県北部にある市、全港寺平の北東部に位置する北新州の中心都市。市の中心部は高屋城山として知られる高井富士と、 蛇行するる川の中間に位置している高度の高い山の内町から市内中心部にかけては扇状地と呼ばれるなだらかな下り坂になっており、この傾斜を利用して果樹園などが作られている。扇状地の下場には円徳田んぼとして知られる水田地帯が広がっている。この地帯はかつて、千曲川の度重なる氾濫によって水が溜まり、 炎道湖と呼ばれる湖を形成していたと伝えられている。16世紀頃から中野関と呼ばれる用水路が次第に整備され、炎道湖のあった一帯が水田に整備されていった。山の内町から扇状地に沿って、千曲川の支流である夜間瀬川が流れている。市内中心部では以前、街路の中央に生活用水の流れる川があった。これは、 中山新平作曲の中の子歌にも町の真ん中に川があると歌われている。一部の街路が区画整理以前から通常よりも広くなっているのはこのためである。また、市の北側にある深沢地域には十三崖と呼ばれる太平洋戦争中に建設された地下号が残っている。これは松代大本営計画の一環として作られたものであり。 弾薬庫として使われる予定であった。現在、この地下壕あは野生の長原棒が集団繁殖する場所として知られている。他の多くの地方都市同様、市街地中心部のシャッター通りかは深刻で、長野オリンピック開催に伴い拡幅された、市北部を横断する国道二百九十2号沿線に、ロードサイド店舗が集中し、証券が道道沿線にシフトしつつある。 かつて、町の中心部を流れていた川の復活案など、市街地活性化事業に注目が集まる。農業が主産業で、エノキザケ、本しめシメジ、ブドウ、リンゴ、アスパラガスなどは、全国有数の生産量を誇る。ヨマセ川の洗浄地として、水はけの良い土地であり、果樹栽培に適している。南部は、長野盆地の北端にあたり、田園風景が広がり、 炎徳田んぼと呼ばれる。市内、柳沢遺跡から従来の定説を覆す、青銅器の発見で地域の古代の様子が注目されている。自称、樹衛の乱の時代から戦国時代までは高梨氏の支配地だった。川中島の戦いで、植杉氏に侵入し植杉氏の合図違法に伴い、中野の地を去った。そのため多くの資料が当地には残っていない。 その後、江戸時代は徳川幕府直轄地であった。中野立志館高等学校は、高校再編により、中野高等学校と中野実業高等学校を合併して2007年4月に創立。2009年4月以降、中野市内の高校は2校となる。新州中野駅、中山新平記念館、高野達行記念館、毎年3月下旬に開かれる祭り。 中野ひなしが有名で、この祭りに合わせて開催される土人形の展示即売には全国から愛好家が集まる。その他、祇園祭、中野シオンション祭り、恵比寿港など。近年では、毎年5月下旬に市内の一本木公園で開かれる中野原祭りも有名。ありがとうございます。